美咲って知ってるか？3年3組の美咲。3組にそんな人いたっけ？26年前の話な。そいつさ、1年の頃から人気者でさ、頭も顔も性格も良かったらしいんだ。だから生徒にも先生にも好かれててさ。いるよね、学年に一人はそういう人。ところが3年に上がってすぐその美咲が死んじゃったのさ。え？どうして？事故って聞いた。それでな、みんなものすごいショックを受けてさ。そんな中でふと誰かが言い出したんだ。なんて？美咲が使ってた机を指さして、美咲はそこにいる、美咲は死んじゃいないって。それってまあ不利なんだけどな。それから3組じゃその後もずっと美咲は生きてるっていうふりをし続けることにしたのさ。ちょっと不気味ね。結局そのふりは卒業まで続いてさ。卒業式の時は校長の計らいで美咲の席が用意されたらしい。いい話じゃない。ここまでならな。続きあるんだ。その続きってんだな。どう？苦しくない？はい。本当にもうこっちに来た早々こんなかわいそうにね。ごめんなさいおばあちゃん。いやだね、気にするんじゃないよ、仕方ないからね。あのお父さんにはまだ伝えてないよ。陽介さん今頃はインドかどこかなんでしょ？言っとこうか？携帯の番号を知ってるし。いえ、あの僕自分で連絡しますから。うん、その方がいいね。それにしてもね、陽介さんも律儀な人だよね。リツコが死んでもこんなに経つのに。町の真ん中を流れてるのが読山川ね。その向こうにグラウンド見えないかな？あれですね。そう、あれが光一くんが通う中学校ね。玲子さんも昔あの中学に通ってたんですか？そうよ、14年も前だけどね。じゃあお母さんも？そう、律子姉さんも読北だった。読北？読山北中学校ね。ああ。私立と公立の違いはあると思うけど、その辺は慣れよね。光一くんならすぐ慣れると思うな。だといいんですけど。大丈夫よ、退院したら読北での心構えを教えてあげるから。ほほう、今度はキング先生ですか。ホラーショーね。
後はよろしく。僕たち読山北中学の3年3組の生徒です。はい。僕は風見と言います。風見智彦。こっちは桜木さん。あ、はじめまして、桜木ゆかりです。こっちは赤澤泉。あの、何か。あ、ですね、僕と桜木さんはクラス委員長で、赤澤さんは対策係で、今日は3組の代表として来たんです。対策係。転校してきたんでしょ。本当は月曜から出てくるはずだったのが急な病気でって聞いて、クラスの代表でお見舞いに行こうって話になったんです。あの、これみんなから。東京から引っ越してきたんですよね。うん。都内の私立校なんですよね。どうしてなんです。ちょっと家の事情で。読山に住むのは初めてですか。そうだけど。昔こっちに住んでたのかなって。来たことはあるけど住んだことはないよ。長期滞在は。さあ、よく覚えてないけど、ずっと小さい頃ならどうかな。これを。一学期が始まってからのノートをコピーしてきたから。ありがとう。投稿は多分ゴールデンウィーク明けになると思うけど、よろしく。あの、榊原くん。何。榊原。高一くんよね。高一くんって呼んでいい。どうぞ。これからもよろしくね、高一くん。こちらこそよろしく。高一くん、本当に読山に住んだことない。それはないと思うよ。すみません。北の生徒。地下2階に何か用事が。そう。だけど地下2階って。届け物があるの。待ってるから。かわいそうな私の半身がそこで。名前は何て言うの。メイ、美咲メイ。
おはよう。こっちは夜中の2時だ。暑いぞ、インドア。どうしたの？いや、これから学校なんだろ？激励の電話だ。感謝しろ。ああ、うん。体調はどうだ？退院してからそっちはどうだ？聞こえるか、小一。ちょっと待って。電波が悪いみたい。体調は良好だよ。心配いらないから。帰郷のことはあまり気に病むなよ。私も若い頃にやったことがある。え、初めて聞いたよ。言いそびれたんだよ。血筋かとか言われたくなかったんでな。血筋か？私も2回やったが、その後は一度も発症してない。血筋ならこれで打ち止めだ。だといいんだけどね。ま、再発はないものと思って肩肘張らずに適当に頑張れ。気楽にやるよ。お、お父さんとお母さんによろしくな。暑いぞ、インドア。おはよう、レイちゃん。おはよう。レイちゃんはお前の名前だろうが。元気、元気出してね。うんうん、ありがとう。じゃあ次、読み北での心構えその3は、クラスの